洋菓子、和菓子、米飯等の製造販売を行う日本の企業である。1947年創業。創業者で現社長にして、現在は全日本パン協同組合連合会の会長をも務める西川貴男が、戦後間もない1947年に、加古川駅前にパン屋を開いたのを皮切りに、翌1948年に西川食品を合資会社として設立。その後1965年に株式会社に改組。この間に、加古川、明石などに多数の店舗を構えるとともに、1970年には、現在の同地に工場を竣工し、本社とするとともに、パンの製造販売を中心として、同社が本社を置く、加古川市や加古郡等の公立小中学校の学校給食用に、パンや米飯の製造、配給事業も行う。過去には、洋菓子の製造販売を行っていたこともあるが、現在は撤退している。現在は、各種パンの製造販売のほか、直営ベーカリーの運営などを専業としており、同社が製造しているパンは、西日本地域限定になるものの、西日本各地に所在するスーパーマーケット、コンビニエンスストアで広く販売されている。また、同社の子会社として2002年に発足し、現在は東京都渋谷区に本社を置く、ルスティルの社長を務める西川貴博は、同社社長の子息である。ありがとうございます。